日本愛知県岡崎市本町地区、明大寺、本町明大寺元町は愛知県岡崎市の町名である。現行行政地名は、明大寺元町1丁目から明大寺元町4丁目。岡崎市のやや南西、名鉄東岡崎駅の北側に位置する。また、岡崎市中心市街地の南端でもある。障子は置かれていない。 2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた郡明大寺村の一部を前身とする。右端のレンガ色の建物が太陽の白1979年5月1日、明大寺本町一丁目の殿橋の付近に青少年センターと 自動センターの複合施設である太陽の城がオープンした。年金石流金還元有志事業として建てられ、ヨーロッパの古城を思わせる外見は当時では画期的であった。2003年2月、太陽の城と同じブロックの南東角の旧岡崎税務所施設の改修工事が着工。同年7月8日から岡崎市教育文化館として教養開始。 教育文化館の総事業費は、土地建物購入費を含め、6億1970万円であった。2010年、市は、上地3丁目にある、アイプラザを、愛知県から無償で譲り受け、2011年8月2日、岡崎市総合学習センターの名称で再整備した。これに伴い、同年の9月議会で例会で、教育文化館と太陽の城の廃止が決まった。 2012年3月31日、太陽の城は閉館。同年6月4日、市は教育文化館と太陽の城の跡地に300人以上のコンベンション機能を有した都市型ホテルを誘致する計画を明らかにした。対象の土地約8710平方メートルのうち売却面積は約7800平方メートルとされた。 太陽の城の解体工事は8月中旬以降から始まった。契約額8億8600万円以上などで公募型プロポーザル方式で選定することまで決め、同年9月24日に開いた説明会には4事業者が参加した。ところが期限までに必要書類を提出した唯一の事業者から同年11月26日に事態の連絡が入った。 2014年8月末、旧教育文化館の北側に隣接する周営予備校が閉校。閉校後、市は土地所有者の岡崎倉庫から土地を買い取った。2019年2月18日、市は太陽の城跡地と駐車場と秋代公園と教育文化館を合わせた計8709平方メートルの市内に新たなコンベンション施設などを建設すると発表した。 隣接地には民間ホテルを再び誘致する。地はホテルを除く施設整備費を43億9300万円と試算。2020年2月下旬に事業者を決定し、2020年度に設計や旧教育文化館などの解体。2021年度から建設工事をする予定。2023年4月1日の供用開始を目指す。 同年6月19日、市は、コンベンション施設の整備を行う、岡崎市コンベンション施設整備事業、ホテル等事業を行う、ホテル等民間収益施設事業、お塚和河川緑地の利活用等を行う、お塚和河川緑地管理運営事業の3つの事業を合わせた、岡崎市カーウィプロジェクトの実施方針を発表した。2020年2月26日、市は、 コンベンション施設を建設、運営する、事業予定者を、叫ぶ建設を代表企業とするグループ、叫ぶ建設グループに決定した。同グループは3階建てのべ6304平方メートルのコンベンション施設、8階建てのべ4578平方メートルのホテルの合築を提案した。市は建設費、約45億9000万円と、15年間の 運営費として約27億3600万円を支払う。併設されるホテルは三菱地所が出資し、体験型宿泊施設を手掛ける大阪市の企業が運営する。ありがとうございます。